どら焼きってなったらいろんな可能性があるかなと思って、どら焼きにはもっと、はい、こだわっていろんな人に、実家の味を、今までの味を分かってもらえたらいいかな。自分なら年代の人らにもいろいろ味は知ってもらいたいけど、和菓子とかどら焼きも、あ、でもまず平野でダルマって言ったら誰でも知ってる店にしたいですね。粉のわらび粉を今溶かして、これとこっちとこっちを一緒にして、ここに流して、この型に。福島さんがやられてるその製法は昔から、ね、もう、はい、もう父親と全部一緒。まあでも僕は美味しかったらいいかなと思う、結果工程にこだわりすぎず、まあ和菓子っていうんですか、はい、もうやり始めてからは何年ぐらい、本格的にやり始めて、まあでもずっと手伝ってやったんで、実家を、まあ、でも自分で本格的にやりだしたらもうこっからスタートだなと思って。だからそのやり出そうと思ったそのきっかけっていうのは、きっかけは何やろうな、なんかでもこういうのが好きやから、はい、いちご大福とか、なんかそういうのもあるんで、はいはい、もっとなんか違う形というか、いろんな人に食べてほしいなと思って。お店は大体何種類ぐらいの箇所で、いや、数はでもそんなにないんですけどね、その時期時期で、季節季節とかで、今はもういちごがないんで、はいはい、それがもう前日に仕込んだやつですか。はい、夜に仕込んで冷やして何時間かは絶対寝かしてるんで、いつも、はい、これは2種類です。2種類ですか。2種類、これはやっぱり店によって、あ、違うと思いますね。頼んでるところも違うであろうし、はいはいはい、
半年ぐらいです実家は長いですよ。はい、実家の方は何年ぐらいあると思うんですか。実家何年、50、60、65年。父親のお父さんから。ああ、そうなんですか。場所はちゃうんですけどね、名前とは。お父さんがっつり和菓子みたいな感じじゃないですか。違うとこ見に行ったけど、なんかピンと全員があって、もうちょっと探してもらったら、ここがたまたま僕の前に誰かなんか見に来てたんですけど、それがキャンセルになったらいけるってなって、で場所もちょっと良さそうやったんで。これにおいきな粉は足すんですけど、おいきな粉はちょっともうちょっと甘みつけたきな粉、このままがいいって人はもうかけないんですけど、わらび餅の甘みがわかるでしょ。わかります、わかります。あの作り方がもう昔からのやり方だから、あとはこの子がどうアレンジしていくかだからね。65年が続いているわらび餅ってすごいですね。でお父さんからはもう、この味やったら大丈夫でも皆さん可愛いねって言ってくれたから、ちゃんと引き継いでると思います。はいはいはい、知らない方いっぱいいらっしゃるから。もうここで僕が名前これでやってて、あの実家と違うやつか、今あのなんていうんですかね、同じ真似してる店がある、実家をだったからね、そうですね。わざわざ一緒の名前にしてないから、うちに言いに来はるお客さんたくさんいてはります。木で売り上げの駅前で兄ちゃんとこの真似してんで、気ぃつけやって言われて、も聞くだけ聞いて笑って、あれ息子って言うたら、ごめんなさい、いやいや、この子はこの子の道があるからね、自分の好きな。店構えと店の内容でやっていけばいいから、お父さんの名前をわざわざ使わなくていいって言って。でも人の口って確かですね。はいはい、そうですね。お客さんはまあ今からですけど、時間がねこんなになかったから全部自分でやりやした。一人でやってるとやっぱりもう疲れます。ゴルフも好きやったけど、はい、もうそれも行けたらいいです。休み一日で週に休みは1日なんですか。休みはい、1日だけです。1日だけはもう何もできない。美味しいんですよ。いやー、匂いがすごいっすこれはもうオープンしたてから、はい、そしたら出されてるわけです。これもずっと実家の味そのままです。でこういうのも置いてるから余計に真似してるんで。お父さんの店もじゃあ今は普通に営業されてて、はい、ほんまのだから実家はほんまのもう昔ながらのお話やみたいな。
表に台があってお菓子いっぱい並んでて綺麗なウィンドウがあってとかそんなんじゃない、はい、でもそこもずっと手伝ってくれてたから、ね、あ手伝って覚えてもうこっちでやろう。私クニアっていうのがあるんですけど、やっぱりその中でももう30代っていうのがいてないんですよ。ほとんどの主人とかお父さんの代、60代、40代、まあ、よういて50、40歳こそが一番若いんだね。でも、申請が欲しいみたいなんですね、クニアから言いました。そうですよね。でもその、こだわったりとかできないんだ、僕。いやでもすごい、私から出てたら逆にこだわってますよ。めちゃめちゃ和菓子職人みたいなところはできないね。でお父さんもでもそうですからね、昔からある商品をなんか変化させてとか今風に変えてとかも絶対しない。これぐらいの鉄板欲しいですよね。機械でやった方が早いけど、硬さとか。前の間で言うとやっぱ、生地も違うなって分かりますよ。面白いですね。考えるからいろいろ。本当にもう今はない味かな、もしかしたら、はいはい、うん、どら焼き屋さんみたいに焼きたてをこう包んで出してないんで、はいはいはい、焼きたての時の焼いてる時の生地とここを寝かしてこう詰めて販売してるんで、その味が全然違う。だから、ね、あんこ苦手な人もね、うちのあんこで食べる。子供な、子供が多いですね、食べる。この味をみんなに食べてもらえないですよね。でもオープンしたての時はこれのまだちょい前ぐらい、ちょっと大きかったんですよ。はい、でかすぎて。
大福の中身です。はい。これもだからみんなやり方違うと思うんですよ。これ何大福？シャインマスカット。今の時期、夏。いちごはね、もう、あのうちのいちごは外に出してるいちごなんで、こう包まないんですけど。外に作るわけ。それ何人も言われて、絶対なんか中川はどうでもう外になってると思って、店内でやってたんですよ。でも、知り合いとかは来てくれる。で、たまにこう歩きながらも入ってきてくれるけど、やっぱりみんなそこから見るだけで、ドアは入れないんですよ。売り切れですけど、大変人気です。毎日来られるんですか？ここ毎日ですね。はい、これから、その、まあ、どういった店にしていきたいとか、そういう思いはありますか？いや、どうだろう。でも、年配の方とかにも、めっちゃ来てほしいんですよ。自分らの年代の人らにもいろいろ味は知ってもらいたいので、和菓子とか変な駅の、まあでもまず平野でダルマって言ったら誰でも知ってる店にしたいですね。いいですね。もう恥ずかしなってきたんですよ。最後にあのちょっと和菓子の、まあ、魅力っていや魅力は難しいな。和菓子の和菓子への思いみたいな。この大福とかは多分いつまであるのかわかんないけど、どら焼きってなったらいろんな可能性があるかなと思って、どら焼きにはもっと、はい、こだわっていろんな人に、実家の味を
今までの味を分かってもらえたらいいかな。食べに来てください。どうも、菓子どころのだるまです。平野区のきれい売り場の駅を上がって徒歩 1分ぐらいかな、1分ぐらいのところのイオンの入り口のところにあります。おすすめは冬はいちご大福、夏はどら焼き、ぜひ食べてみてください。